早いですよ、時間が早いな。まあ、7時20分、そないじゃない。いやー、まあ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 、朝の7時20分、ちょっと今からね、ついてきて。ちなみに、6時間6時間6時間か、予想していいですか。うん、披露します。まあ、ついてからの楽しみや。了解です。はい、浜松です。どこでしょう、浜松とは。静岡です。はい、とりあえず東日本に向かってますと。まだ静岡が目的地じゃないんで。そうですね、ここからまだ2時間ぐらいまだかかりますね。はい、ここやろう。どうもさんです。ということで今回なんですけど、こちらです。はい、ということで山梨来ました。この動画なんですけど、前回鳥取県でやらせてもらいました、日本一パチンコ屋が少ない県で立ち回ったら勝てるのか企画の山梨版ですね。僕の調べによりますと、はい、鳥取県と山梨がタイやったんや。あ、そういうことですか。そうです。で、鳥取はまあぶっちゃけ行ったことあるねんけど、はい、山梨はね、僕人生初めてです。パチンコ屋にも行ったこともなければ、山梨県に降り立ったこともなかったんじゃないかな、はい、っていうぐらいほんまに見知らぬ土地なんで、今回見知らぬ土地で3日間立ち回ったら一体いくら勝てるのか企画やっていきます。よいしょー。4月22、23、24で立ち回ろうかなと思うんですけど、結構ね、前もって下調べしました。ほんまに狙ったわけじゃないんですけど、今日に関して言ったら周年店舗が2店舗かな、おそらくあるんですよ。で、系列が一緒で ABC 系列さん、まあ、いつも僕5の月日に行かせてもらってる ABC 系列さんになっちゃうんで、まあ、ちょっと動画的にどうかなと思ったんですけど、まあ、そんな言ってられんぐらい多分おそらく厳しいんで、はい、もう周年行きたいなと思います。ただ懸念点が、現在13時半、朝から行ってないんで、まあ、もし仮に強かったとて座る台ねえんじゃねっていう、ね、そうですね、時間もないんで、そのとりあえず一旦この地域のパチンコ屋見ますかっていうこともなかなか難しいんで、今日に関して言ったら周年店舗の2店舗回って、無理やったら他の店舗回るみたいな感じにしようかなと思います。で、朝からね、バットビート置きました。あのね、キャップ付きのコーヒーあるでしょ、あれこぼしません？みんなめっちゃこぼす。やんな、めっちゃわかる。あれキャップの方からペロッペロッと垂れるやん、はい、あれほんまどないかしてほしいわ。ほんまそれっすよ、ほんまにこぼす。あれほんまどないかしてほしい。で、着替えね、あんま持ててないんですよ、はい、なので絶対に今日ユニクロもいかなあかんわ。不分はない、はい、やること多いけど、はい、まあ、一旦時間ないんでね、もう早速パチ屋の方向かいたいなと思います、はい、とりあえず山梨楽しみながらさせいじゃおう。はい、まあ、今からね、パチンコ屋さんの方に向かっていきたいんですけど、山梨県の特徴をまず説明すると、9時オープンのお店が多いんかな、うん、で、10日のお店が多い。情報を結構集めた結果、やっぱ山梨県はかなり厳しいという結果に至ってます、はい、なので鳥取同様、もしくは鳥取以上に厳しくなってしまうっていう3日間になってしまうかもしれんけど、マジでラッキーで初日に周年があるんで、はい、じゃあ一応ぜひ住みたい。なるほど。鳥取の時はマジで何もなかった。ああ、そういうことなんですね。マジで何もない日、はい、だからまあ一応その1日単体としての強さはありそうな感じはする、はい、うん、一応周年が ABC の笛吹伊沢笛吹伊沢が周年と、もう一個が ABC 甲府神谷原が今日周年かなになってるんで、ここから一番近いところが ABC 甲府神谷原店、はい、なのでまずはそっちから行きたいなと思います。まあ、今回この甲府っていうところにいるんですけど、はい、この甲府で立ち回らんとほぼ町じゃないっていう、なるほど、ね、効率悪い立ち回りになっちゃうっていう感じがしたんで、はい、今回はこの甲府エリアを、まあ、軸に立ち回るしかないかなと今のところ思ってる状況やな、はい、俺のめちゃくちゃ思った懸念点は、はい、4月22に一応 ABC 系列で周年が2店舗あんねんけど、はい、めっちゃ近いねんか。そんなめっちゃ近くで強いことあるんかいなっていう。いや、俺も思いますね、それ。そこよな、一番の懸念は、はい、めっちゃ期待してない、はい、てか周年でまず空き台が結構ある時点で普段あんまり良くないんかなっていう、
はい、なんかちょっと見受けれちゃうかなっていう。もう入ったら肌感で分かりますね。そうやな、なんとなくまあ分かると思う、はい、もう見えてきましたよ。で感謝って書いておくから、やっぱ周年やろこれ。さすがにね。アリアとか行けそうな気したけど、いや行けそうけどな、あれは。けど終焉でこの人のおらなさはちょっと怖いぞ。まああの店で打つなら俺の本命はエヴァンゲリオンの15、次の店でアマデジとかそっちに振ってくれと感じがしたらそっちで打つかな。まあけどあの終焉でっせいやもうなんとなく俺ここの地域性、はい、あの1店舗で分かった気がする。ただ、はい、僕ここ調べたんですけど、山梨の絶対王者がおんねん、パチンコ店で。ほう、マルハン甲府店、ここが多分甲府エリア、はい、プラス山梨県の絶対王者やと思う、はいはいはい、明日明後日以降には行きたいかな。今日はさすがにな、周年っていう行った方がええやろっていう店舗あるから行くけど、ただまああの人の少なさ、まあけどとりあえず行ってみましょうか。了解っす。はい、ということで着きましたね、笛吹伊沢店か。これ初めてや、このオレンジの ABC 見た看板。違いますね、なんかそういうシーサー。あの中入ったら、はい、一応カメラバレへんように撮って。あ、最悪やたら見られとんなもんか、立てるとって。はい、どう考えても人多いもん、こっちの方増大したボート手受けそうやし。けどなんかエヴァンゲリオンに関して言ったら向こうにも良さそうやな。ただ、さっき望郷手見た限り望郷手マジで触りたい。今視聴者さんに喋りかけてもらったんですけど、やっぱ防御性は回っとうらしい。あ、うん、21やって、うんうん、最初の1万で268なんで199かな。周年店舗来て2店舗目のところで落ち着きそうですね。北斗の下克上を売ってて現状20も超えてそうなんで、まあ期待値高いかな。で打とうか打たへんか悩んだ時になんで打とうかなっていう根拠の部分を話すと、まず望郷性見たんですよ。僕の場合教えてもらったってのもでかいけどな、望郷性21で回ってますよみたいな。でパッと見て、あ、まあ確かに回りそうやなっていう。で、まあ、同じ筐体やん、望郷性も下克上と思って、まあ、ラッキートリガーの北斗もあるし、はい、ジャギの逆襲も置いてあるんですよ。望郷性と下克上等は、まあ、パッと見いいんですよ。で、はい、LT の北とジャギは きつそうなんですよ、はい、そこの比較が結構店舗で選ぶときに重要かなっていう。なるほどですね。そう、同じメーカーの台を見る、はい、まあ、けどやっぱ同じゲージのやつが一番見やすいんですけど、はい、まあ、比較としてはまあいいかなっていう、はい、僕はそれで北斗行きましたね。なるほどです。僕これコーヒーこぼしてるじゃないですか、はい、着替えもありまへんと。でユニクロに絶対に行かなあかんのですよ。トバイバイみたいなこと。そうで8時に閉まってしまうと、はい、なのであの8時までユニクロには絶対行くと。プラス僕ら お昼ご飯食べてません、うん、ただあの4時ぐらいからですがズームがありますと、うん、ですのズームが終わってから
近くに大戸屋っていう、はい、関東では有名なね、はい、弥生県みたいなもんよ、イメージ、はい、大戸屋行きます、はい、ユニクロ行きます、で戻ってきて再稼働みたいな感じで行こうかなと思います、まあ、とりあえずでも北斗打ち切りって感じですよね多分な。ただ今のところ199分の1 1回も当たってませんと、はい、ですが初当たり3回引いて、はい、スルーに連鎖はねえやね、強いんか弱いんか分からんみたいな状況やな。で俺はまだ初当たり引いてへんから、まあ、俺多分1回引いたらボッコボコに出ると思う、うん、まあ、時間もないし行きますか。よいっす、期待値つまな、はい、現金2万で459、はい、残ります。ないところまで絶対追ってひんな。19、20とか。ストレートで4万なくなりそうやわ。そんな行ったんすね。今3万7000ぐらい多分突っ込んでんねやんか。ダメだ。199分の1、1回も引かへんってなんなん俺最近な、結構ほんまエンペラーやってん。ああそうなんですね、うん、むっちゃ上振れ取ったから、はい、ついに来やがったか、ああこの下振れモードっていう、ここできたんですね、うん、まあまあ東海から助かってるっていうのもあるな、ポジティブに考えると。それはそうですよ、ね、そうやな、はい、もう俺あれラッシュ入れる気せえへんねんな近くの人やねんけどさ、はい、リーチかかって演出はあんな発展しとってんけど、はい、ちょっとちっぱ久しぶりに見たわと思って、はい、今年よりも良かったわ。いや40、50ぐらいじゃないかな。けどずっと画面見とってんの、しっかり。ボリュームしっかり4つ。溢れてしゃあないな。どうなんかな、うん、久しぶりに見たなと思って、これいつか行こう思って。で、今から行くの大戸屋って言ってね、関東の期待値って言われた。あんま関西にはないから、関西の人は馴染みないっぽいな。はい、俺一回東京で行っただけやな。結構気に入ってる。いやあ、あんま覚えてない。覚えてないですか。全然覚えてない。お、俺こんなええ外観しとったかな、大戸屋って。めちゃくちゃ外観やばいやん、高級料理店やん。
ダメだこれ。ダメか。俺が打ち始めたのてっぺんやからな。どうするんですか。もうちょっと頑張る。いやもうとりあえずこれなくなったらやめろ。めちゃくちゃ下がってきた。一番最悪な流れ。とりあえずこんだけ打とう。終わりました。はい。無理や、もう最悪や。5点差し入れられます。5点パンや。10ラウンド1回もいけへん。いやー俺もしかしたら安い台捕まされとうかもしれんわ。どんな落ちたんすっけ。落ちたからまあ最終的にあのまた外出て報告しますけど、はい、執念でこれはまあけど、はい、どうなんやろな。強いとは言い切れんな、これは。まあけど期待値ある台はあったっていう、はい、ここ来て多分良かったとは思うで、はい、けど結果が納得いかへん。ちょっと周り一回見て、はい、外出ますわ。わかりました。視聴者さんにあの声かけてもらって、この山梨県で、まあ、あの期待値稼働をしてる方たちやったんですよ、はい、明日どこ行かれるんですかみたいな言われて、まあ、一応僕の中でマルハン甲府か寝台初日の店舗を回るっていう形にしようかなと思ってたんですよ、まあ、それか、まあ、一応今日行った ABC2 店舗の、まあ、末見に行くっていう、まあ、ムーブを取ろうかなと思ってたんですけど、まあ、俺これマジで行きたくなかったんけど、ニューダイヤっていう店があるんよ。でこれなんで行きたくないかって言ったら、あの設定士監修なんですよね。その時は俺知らんと言って、はい、設定し監修の店舗やったっていう形やってんけど、はい、今回はもう知ってるから行きづらいねん。はいはいはい。なるほど。けど一応明日特備っすよっていう。でなんかシャルさんおるらしいねんか。はいはいはい。それは行くしかねえんちゃうんっていう。確かにそうですね。まあ正直店が豊富に選べるような状況かなんやったら多分行かないんですけど、はい、そこしかないないかもしれへんっていう感じなんで、まあ今日早く辞めた理由っていうのがニューダイヤとマルハン甲府を今日のうちに見て、はい、明日に備えよっかなっていう形ですね。いやもう絶対言われるやん。現役設定士の案件やんけ。絶対言われるやん。もうなんか面白くないなと思って、俺の中であんま行きたくなってんな。ニューダイヤ優先順位高なるもんな。特備でシャルさんおるってな、はい、もうきついな。もう行くしかねえやん。あと一応その ABC の笛吹伊沢店やったかな。伊沢店店長変わったか変わってないかちょっと分からんけど、前は角が強かったっていう情報はもらいました、はい、で今回は、まあ、おそらく傍強制やったんちゃうんかな、うん、まあけど最後みんなその一応期待値稼働してそうやなっていう目星つけた人はおらんかってんな。もしかしたら
一応期待値稼働はしてるけどがっつりはしてないっていう形なんかな。まあちょっとわからんわ。まあけどさっきあの視聴者さんで期待値稼働されてる方に聞いた感じ、パチンコの期待値稼働税は少ないっすって言ってたな。うん、ほとんどリセットとか設定狙いがメインですねって、山梨パチンコマジ打てんすよって言ってたんで、はい、まあそれがちょっと答えなんかなって思いますね。まあけど言っとったのはマルハン甲府は結構いいと思いますって言われた。マルハン甲府はまあゼロの日はリゼロをやったりちゃんとまあなんか強弱つけてくれるみたいな感じで言ってましたね。にしても俺今思ったけど7万負けてんねん。7万やけどな、もうやっぱ下向いてられん。とりあえず今普通に7万負けて落ち込んでますけど、明日のためにやれることやって、はい、明日に備えるわ。なるほど。とりあえずあと15分ぐらいでニューダイヤつくんで、はい、また下の下見からして気合入れよう。了解です。もう財布のもう中身ほぼ空っぽ。こういう県外企画あるやん、はい、俺ほとんど負けたことないねん。そうですね。でも今回俺どえらいスタートしたわ。そうですね。だけどいいやん、こっから負けたらほんまめっちゃかっこいいですよね。この展開もいいじゃん、はい、とりあえず下見いきます。了解です。めっちゃ分かりやすいわこの店。これゼロ回転なんや。やっぱあれやな、おそらくやけどスロットしかおらんのやろな。はいはい。なんなんやろな。いやなんか50とか30とかで結構そのまま捨てられてるの多いんですよ。だから30のやつとかやったら2000やったらうざいし、50のやつ3000やったらうざいし、だけどなんか見た目良さげなやつはあるんで、一応今日見て打ちたいなって思うやつメモしたんで、まあ明日とりあえず見に来るは見に来るんで、それでどんな変化があるかっていうところかな。でまあ今日全く気にならんかったやつが明日気になるんやったら飛び込む価値ありって感じかな。そういう感じかな。めっちゃマシやな。多分あれ当たりやね。確かに。え、山梨って思ったよりひどくなくない？絶対今の東京帯行けるはずやけどな。なんか思ってる以上に気づくないかもしれん。とりあえず中入って見たんですけど、防強性がめっちゃ気になったって感じですね。まあ、なんで今日防強性を良くしてるんかっていうところはほんまに謎なんですけど、はい、回るかどうかわからんすよ。ただ打ってみたいっていうのはめっちゃ強く思った。差ついてました。めちゃくちゃ差ついとった。まあおそらく多分このマルハン甲府店はちゃんと仕事をするっていう、はい、店舗さんなんやなっていうのは分かったんで、まあほんまに行くとこなかったら全然このマルハン甲府店、山梨の王者、さらには日本の王者、さらにはパチンコ業界の王者マルハン行きたいなと思いますね。あとこれ回答やんか、信頼入れ替え16時回転で回転やんか、はい、山梨はなんか信頼16時回転が多いらしいね、はい、明日最悪16時の信頼オープンするところに攻め込むってのもありやな、はい、ちなみになんですけどマルハン甲府店で山梨で今一番可愛いなと思った店員さんがいたんで、ぜひ行ってみてください。なんじゃそれあれこそもうまさにアイドル店員。確かに可愛かった。めちゃくちゃ綺麗よ。パチンコ打たんでいいんでね、あの店員さんだけ見に行ってみてください。ちょっといやなんか結構香ばしいところ来たね。これ駅の近くやな。そうですそうです。ラーメン食いに来たんですけど、いかんせんお店が少なーい。もう最悪や。ここ行こう戻ったのに、たまたま天休日や。俺今日マジでついてないわ。コーヒーこぼすわ。パチンコで7万負けるわ。食べよう戻った飯休みやわ。最悪ない人じゃほんま。これ山梨もう向いてないな。山梨が俺に微笑んでくれへん。これ明日負けたらもう出ていかなあかんわ。これな、
僕の YouTube 初期を見てる方やったらそうやね、こういう感じやって、俺の YouTuber アイコン、これ分かってる人はもうほんまの初期面やわ。はい、ということでお疲れ様です。お疲れ様です、今ホテルに到着しました。本日4月22日、第1日目の日程これにて終了です。はい、どうでしたか。お疲れ様でした。来たタイミングが良すぎたっていうのはぶっちゃけあるかな、うん、ほんまにね、正直4月22、23、24、僕が4月に3日連続空いてる日がここしかなかったんですよ、はい、2ヶ月ぐらい前くらいからにもうここに行くって決めて準備してきたんですけど、ほんまに行く日が良すぎた疑惑がある。結構行くとこ歩くねっていう、ただ回るか回らんから別もんやから、まあまあまあ、行ってみたいなと思わせてくれるっていうのは結構でかいかなっていうところでかな。明日はね、今日下にしたところから攻めようかなと思うんですけど、どっちからですかね。ニューダイヤかな、そこ行って無理やったらマルハン甲府、はい、それが無理やったらもう今日行った末狙いかな、うん、あの本日の収支出しておきます。こちらマイナス7万です、うん、で期待値の方も出しておきますね。多分1万ギリ超えたかなぐらい。安い台つかまされた感めっちゃあるな、うん、まあ探せばもうちょい高いやつあったかもしれんっていうのがちょっと悔い残るかな、はい、まあ気球から行って、まあ、詰めたからもうしょうがないか、うん、上等というか十分ですね。それでよかったよな。まあ明日も今日と同じように期待値ある台打って、うん、でまあそれで負けてしまわないったらもうしょうがないって感じですね、うん、できればこの3日間で収束させたいって考えた時に、うん、一応今日そのニューダイヤのアマデジが打ってみたいなって思ったから、まあ、一応狙いはアマデジやな。明日もね、まあ、懲りずに期待値を追っていきたいなと思います。ということで、山梨県1日目終了したいなと思います。あとお声掛けしていただいた人結構おったんで、うん、告知してないのにもかかわらずありがとうございました。ありがとうございました。あと、まあ、いい情報提供してくれた方にもほんまに感謝します、はい、感謝です。ということで、今からドーミーに泊まってるんで、ね、デストサウナ入って寝たいなと思います、はい、お疲れ様でした、はい、